今日は彼のリクエストで和風ハンバーグを作ります。玉ねぎはみじん切りにして 600W で1分チン、粗熱を取っておく。木綿豆腐の3分の1はハンバーグ用に、残りは味噌汁に入れます。ハンバーグ用の玉ねぎと同じようにチンして粗熱を取っておく。副菜にきゅうりの塩昆布和えを作る。きゅうりを輪切りにして塩昆布とごま油を入れる。混ぜて完成。超簡単で美味しいからおすすめ。ハンバーグを作っていく。玉ねぎ豆腐あり、ひき肉、塩コショウを入れて揉む。成形して焼いていく。焼き目がついたら裏返す。蓋をして十分くらい蒸し焼き。盛り付ける。和風ソース作り。ハンバーグを焼いたフライパンにみじん切りした玉ねぎと醤油、みりん、砂糖を入れる。味見しながら水を入れる。ハンバーグにかけたら完成。